こんにちは。こんにちは。こんにちは。昆虫アンバサダーサミットといったことで、今日はですね、昆虫アンバサダーの方々と考えるこれからの未来たちで、今日はですね、素晴らしいゲスト、はい、お呼びしておりまして、この森の中に、ね、来ていただいてるんですが、ラジオ福島アナウンサーの手塚慎一さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。虫が大好き、昆虫大好きなラジオアナウンサー手塚慎一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はカマキリですかね。カマキリです。お願いします。大好きですよ。うちの庭にもよくいるので、はい、毎年こう卵を一房持って帰って、その中で家の中でこう成虫になる、幼虫になる、その姿っていうのを毎年観察してます。大好きです。ありがとうございます。そしてもう一方はですね、もう我らが昆虫版の編集長ですね久保田健一さんです。こんにちは。よろしくお願いします。編集長こと久保田と申します。私はミツバチでやらせていただいておりまして、まあ、先日も小学生と話す機会があったんですけど、気づかされることが最近逆に多いなっていうところがあって、その日常の中で虫が当たり前すぎたところを改めてフォーカスするっていう、こういった機会がちょっとワクワクして楽しみに今日お話しできればなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。私はアリなんで、こう小さくお客さんの話を楽しみにですねコツコツと働いていただければと頑張ります。ます。はい、いろいろこう聞いていきたいなと思うんですが、ちょっとまず手塚さん、はいはい、会津若松ご出身と。そうです。そうで、私も会津よく行くんですけれども、もういっぱい昆虫いますよね。もう本当に豊かで、子どもの頃からやっぱり昆虫が当たり前のように存在してたんですね。で、振り返れば遡れば昭和40年代から50年代ぐらいだったんですけれども、もうランニング姿にそれから虫かごを肩からかけて、そして虫取り網を持って麦わら帽子をかぶるっていう、もう本当に昭和の子供を絵に描いたような、そんな夏の生活送ってましたね。で、やっぱりこう初めて捕まえた種類の昆虫がいれば、友達にどうだーなんて自慢をして、そして同じ種類でも大きな個体、過去一番大きい個体をこう見つけたり捕まえたりすると、家で飼いたいって言って家で飼ったりして、もうそのワクワクドキドキっていうのが、まあ大人になった今でもそうなんですけども、小さい頃からずっとこう育んできたなという思いがある、その原点がやっぱりふるさとの会津若松ですね。なんか会津こう広いじゃないですか、若松以外にもこう17市町村あって。で、そうですね、奥会津とか西会津とか行くといろんなこう昆虫に出会えそうですよね。そうなんですよ。で、やっぱり福島県って東西に広いので、それぞれの地域、浜通り、中通り、会津と3つの地域があって、それぞれ天気予報も違ったりしてるんですね。なので、それぞれの地域にしかいない昆虫っていうのもたくさんいるわけですよ。大クワガタっていうのはそれこそ西側では当たり前のようにいるのかもしれないですけれども、福島県内では奥会津にしか存在しないと、そういうやっぱり会津の魅力っていうのはたっぷりあると思いますよ。久保さん、今度行きましょうよ。いいですね、行きましょう。ご一緒に出てください。はい、手塚さんに案内していただきながら、いや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 、奥会津ツアー、いいですね。興味ありますね。なかなかそうですね、出会えない虫がいる場所があるって、これくすぐられますね。そうなんですよ。ランニング姿で行きましょう。ぜひ少年に戻ってそうですね、ぜひぜひそれをユニフォームにしたいくらいですよね。あ、いいですね。いいこと思いついちゃった。これコンチューバーで作りますか、はい、ランニングシャツ作りましょうT シャツとかってありがちですけどT シャツありがちだから、ランニング短パンはありですね、はい、あのイメージのやつ行きたいですね。古き良き里山のある福島県ですからね。ですよね。多分今三者三様で考えてる絵姿が一緒な気がします。で、麦わら帽子も必要じゃないですか。いいですね。必要ですね。このでランニングシャツで虫取り網、虫取りカバー。はい。ユニフォームですね、もはや。いや、100% そうです。完璧ですね。ユニフォーム。それ推奨していきましょう。ふるさと納税ですね。そうですね。こう手塚さんの中で言うと一番推しの虫なんですか。私
青い色の昆虫が大好きなんですよ。青ってあんまりピンとこないですよ。青ですか、はい、自然界の緑の中に青って生えるじゃないですか、うん、例えばルリボシカミキリ、小さい頃見つけた時のあの喜び、いまだに覚えてますよ。どんなシチュエーションだったんですか、その出会いは。それこそクワガタを取りに友達と朝5時ぐらいに小学校の頃行ったんですね。もう夏休みになると必ずもうみんなで集まって行ってたんですけども、でその時に見かけたんですよ。でなんて青で綺麗なんだろうと思って、すぐにもう持ち帰って大事に大事に育てましたね。で未だにルリボシカミキリを見つけると本当に嬉しくて、で大人になってここ数年見かけなかったのが今年大量に見つかりまして、もう何匹も飼って、でもう標本にしてその青い美しさをいつでも見られるようにっていうことで、もう卓上に自分のデスクの上に飾ってますから。どこにいるんですか、その大量に捕まえられたのは。福島市内ですね。え、市内ですか。市内にいました。でうわーっとたくさんいて、もうでもちゃんと自然に残さなきゃいけないなということで、一番こう綺麗な形のオスとメスを、1匹ずつ持ち帰って育てて、まあ、あの天寿を全うしたら綺麗に標本にしたところですね。標本までしたんですか。いやもう標本にしておけばずっとその美しさが残るじゃないですか。カマムシだってそうですよ。あの構造色のあの美しさっていうのは、亡くなっても死んでしまってもずっとキラキラ輝いてる。なのでうちあの玄関バッと入ると20種類ぐらいの昆虫、色鮮やかな昆虫がずらっと標本になってるんですよ。あの特に見た目が美しいものだけ限定でやってたりするんですよ。大好きですね。なのであとは青といえば青スジアゲハ、うん、青スすいません、Google で調べながら今聞いてます。青スジアゲハですか。これね、ほんと綺麗なんですよ。いつも図鑑で小さい頃から見てて憧れてはいたんですが、大人になって自分で車でいろいろなところに行けるようになると探せるじゃないですか、でそれを見かけた瞬間、青空が上にあって、そこを自由に青スジアゲハが飛んでいて、青スジアゲハの青い部分ってちょっとこう透明感があるんですよね。なのでその羽の青い部分の奥に青空がくっきりと強く見えるんですよ。なんて美しい、ここは楽園かって興奮しました。もちろん綺麗に持ち帰って大切に標本にして飾っております。なるほど、ね、そこはセットなんですね。こういうふうにやっぱり青って美しいなと思うんですよ。オオルリボシヤンマもそうですしね、あとはちょっと身近なところで言うと、こうルリチューレンジっていうのがいるんですけれども、ルリチューレンジ、はい、そう、最初に見つけて、あ、青い、なんだろう、綺麗だなって思うところから始まって調べてみたら、あ、ルリチューレンジっていうんだ、見つけようと思ったら案外身近にたくさんいるじゃないかということで、やっぱり青にこう惹かれてしまう部分はありますね、私はね。これすごいですね。このルリチューレンジ今調べてみたんですけど、はい、これに着目できるってすごいですね。いやいやいや、たまたま庭にいて、なんだろうこれって見た時に、あ、青い綺麗だな、なんだろうっていう、そういうなんかこう探求心ですよね。待って、ちっちゃい頃は図鑑だけでしたけれども、今はもうネット社会じゃないですか。すぐに写真を撮って、こう今のこう久保田さんのように調べることができるわけですよね。そうするとすぐ知識と結びつくので、自分自身のこう成長にも、昆虫の成長にもつながっていくなっていう感じてますよ。確かにそうですよね。自分自身の成長にもっていうあたりが探求心止まらないですね。止まんないです。ちっちゃくどうしてだろう、不思議だなって思ってたことが、今いくらでも答えって導き出せるじゃないですか。これが現代の良さだなというふうに思ってます。現代だからこそできる昆虫の楽しみ方ってことかもしれないですね。そうですね。ちっちゃい頃ってやっぱり身近にそういう専門家がいないと話して聞けなかったじゃないですか、はい、例えば腸の鱗粉にしてもそうでしたよ。ちっちゃい頃触って、うわー、なんでこんな粉がいっぱいつくんだろう、どうしてだろう、どうしてだろうって思ってて、そこで止まってたんですよね。ところが大人になっていけば、いろいろ自分で調べることができる、
となると、あ、そうか、あの鱗粉っていうのは雨が降った時に防水の役割を果たしてくれている、だからこそ蝶っていうのは雨の日でも飛ぶことができるんだな、だとか、あとはクムの巣に引っかかった時でもその鱗粉を剥がすことによって自分の体本体はそのクモの巣から逃げることができる、だから鱗粉って必要なんだなって納得できるわけですよね。タマムシもそうですよ、あれだけキラキラな構造色、なんでこんな綺麗なんだろう、鳥に見つかりやすくて食べられちゃうんじゃないかなっていうふうに思います、思います、思ってましたよね、はい、ところが調べてみると、あの色合いっていうのは構造色というもので、鳥が非常に嫌う、よくあの農家の軒先に CD を掲げてるじゃないですか。います、謎のお家ありますね。あります、キラキラっとしてて、であれも構造色、タマムシと同じ構造色で、鳥が嫌うからあれをかけてる、だからタマムシはあえてあの色で現代まで生き延びてきたんだっていうことがわかるじゃないですか。そうすると、あ、これは子どもの頃のどうしてっていうのが大人になっていると探求心に変わってくるんだなっていうふうに思って、昆虫が自分自身の学びを引き上げてくれてるなって感謝してますよ、はい、すごくないですか、本当にあれですね、ばあちゃんの快快な行動じゃなかったんですね、 CD そうなんですよ、いや、ね、自分もそれ初めて知りました、そうだった、構造色だったんですね、そうなんですよ、それこそ飛鳥時代からタマムシのその構造色を使った装飾っていうのは残ってるわけで、あの色っていうのはそのまま残って輝き続けるわけですよね、すごいなと思って、だからうちのタマムシも、あの標本にしてしまったタマムシもこれから子供の代孫の代まで引き継いだとしてもきっと今の輝きを失ってないんだな、こんな風にこう未来にまで思いを馳せることができてますね。これ絶対手塚さん番組やりましょうよ。いや、そう思った、ラジオ福島で手塚さんのなんか昆虫チャンネルやりたいですよね。マストじゃないですかこれ。実はねもうやってるんです。おあの毎週金曜日の朝8時15分から3分ほどと短い時間なんですけども、生き物万歳ということで、生き物特に昆虫にフォーカスを当てて、生き物の今のこう魅力的なことであったり知らなかった情報を一周ずつ違う種類の昆虫であったり生き物を取り上げているんですね。だもうすでに200回ぐらいになりまして。200回ですか。はい、ただほらもう昆虫なんて10万種以上いますから、まだまだ私がアナウンサー辞めるまで、種類はネタは豊富にあるはずです。将来の夢が新種の昆虫を発見するって、そこなんですよ、プロフィールに書いてありますもんね。夢じゃないですか。だって新種の昆虫を見つけたら、例えば手塚とか名前を入れられる、そして地元の福島っていう言葉も入れられたりするわけですよね。それが後世まで残っていくと思ったら夢ですね。大人の夢、贅沢な夢ですよ。確かに、あの手塚治虫さんじゃないですけど何々虫とかってなるわけですよね。いやもうそんなことだったらもう本当にいつ死んでもいい、そのぐらいやっぱり夢というか追い求めてはいますね。前養老先生がご自身が福島県が好きな理由のうちの一つが、縄文時代ってこう海面が上がったり下がったりして、地球が誕生してから福島県っていうのは一回も海の底に沈んでないエリアが多いらしくて、なのであの昔からの虫がいる確率が高いってことをおっしゃってたんですよ。ってことはまだ発見されてない新種がいる確率も高そうですね。いや絶対いますよ。福島県の特徴としては広いだけじゃなくて東西に広い、しかも山が多いので標高が高いところから、あとは海側の標高の低いところ、あとは会津の豪雪地帯、雪の多い地域から浜通りの温暖な地域、冬でも雪が降らない地域がある、こういう条件を、さまざまな条件を兼ね備えているので、たくさんの昆虫がいるはずなんですよね。まだまだ発見されてない新種もたくさんいると思います。なのでここ福島で見つけてみたいなっていうふうに思いますね。これもう久保田さん新番組の編集方針見えてきたんじゃないですか。どうですか今のこの新種を探すチャンネルじゃないですかこれ。そうですね、なんか面白そうですね。昆虫探検隊みたいなことがいけちゃいそうですね。可能性絶対ありますよ。日本でこう3万2000種類ほどの今昆虫っていうのが
記録されているわけですけれども、年間に300種類日本でも新種が見つかっているというふうに言われているんですよ。福島でも平沢粒ゲンゴロウとかバンダイホソガムシとか、最近ここ近年でも新種が発見されてますので、絶対本気になって行ったら見つけられると思いますよ。それが田村市で見つかったら田村〇〇なんていうところで、町おこしにもそれこそつながっていくんじゃないでしょうかね。やろうよ瀬戸内さん、これ いいですね。あの藤岡弘探検隊ばりになんかやってみたいですよね。いいですね、もうあの感じですよ。でランニングシャツで疲れまくりながらやりたいです。そうこれはちょっとやりたいですよね。なんか参加したい人も増えそうですよね。それで福島県来てもらったら、もうあの手塚さんがやるぞと、新種探検隊と限定10名で熱い思いを、はい、でネットで送ってくれと。いいですね。集まりそうですよね。でも熱い思いの人間だけがこれ集まってますから、相当真剣にみんな探してくると思うんですよね。これは盛り上がる企画だと思います。もう一人一人にカメラくっつけて、いいですね、一人ごととかも集合してどうせならとことんやりたいですね。楽しどうせならね、とことんやりたいですよね。で見つけましたっつってこう専門家に鑑定していただいて、種認定ババッみたいな。これどんどん広がっていきそうですよ、地域的にもね。こういうことはただ本気になって探していかないと、なかなかこう偶然出会うっていうことはないでしょうから、そういうことを一つの本当に大きな目標を持ってやっていけば可能ではないというふうに思いますね。質問なんですけど、生物って進化するじゃないですか。ってことはこれ新種の数も長い未来でいうと増えていくものなんですか。増えていくとは思うんですけれども、やっぱりそこで気になるのが、その自然が今減ってるっていうことなんですよね。熊が出てきた、街中まで出てきたって大きなニュース時になる一方、里芋どんどん減っていく。本来であれば人間が住む場所と熊が住む場所と、あとその中間に里山っていうところがあってクッションになってたんですけど、そこが全部なくなってきてるので、熊は山から降りてきたらもうすぐ街中に、人のいる場所に行ってしまう。そこが問題なんだなというふうに思うんですよね。なのでその里山にいるはずのその新種を発見される前に絶滅してしまう恐れも大きいんじゃないかなと思って、そこは個人的には危惧してます。父さん、これすごく大事な示唆ですね。そうですね、そういう観点で言われないとハッとしないですよね。あのクリーンエネルギー政策っていうのもありますよね、はい、それはそれで人間が生き延びていくためには、はい、とてもとても重要なことであるし、あとは最近は大雨豪雨になって川が氾濫する、それで田畑がダメになってしまう。そうならないためにもっとこう護岸をしっかりとこう建設していこうじゃないかってなっていくとなると、例えばそこに生息していた虫たちは全滅していくわけですよ、はい、ここ 2,3 年でもそうです。一昨年まで、あのマイマイかぶりが取れてた場所が、はい、次の年行ってみたら全部工事中で木もなくなって、全部こういなくなってしまってるんですよ。それをどういうふうにしていくかっていうのは、我々大人が考えて次の子どもたちの世代に引き継いでいかなきゃいけないなとは思います。クリーンエネルギー政策も大切でも、やっぱり自然を残していくことも大切。それをどういうふうにしてそのハイブリッドにしていくか、両方のいいところを残していくのか、進化させていくのかっていうのは重要だと思うんですよね。いや重要です。今のお話であったその次世代とか子どもみたいなニュアンスだと、やっぱり教育みたいなところも、こういった地域で育つとか娯楽だったり時間をどう使うかみたいなところがすごく大人次第で作れるし追わせるしみたいなところはあるんですね、うん、そうなんですよね。昆虫っていうのが紐解いていけば起源は4億8000万年前から存在すると言われてて、はい、4億、はい、じゃあ人類はって言われたら700万年前に出てきてるんですよね。4億8000万年と700万年、人間なんてほんとひよっこに過ぎないわけですよ。大変ですよね。確かに昆虫時計の中で言えばで、こっちは4億8000万年を、まあ、環境に合わせたり進化をしたりして今まで現代まで生き延びてきている。これって素晴らしいことだと思って、
はい、日本人は今それこそいろんなこう開発をして、まあ、長生きもしてっていう風にはなってますけれども、こう700万年の歴史の中でこう人類が滅亡していくんじゃないかという風にこう先細りのことを考えていくと、やっぱりその4億8000万年生きてきた、そこに何かヒントがあるんじゃないかなと。どう環境に合わせていくことが大切なのかっていうのは学べるんじゃないかというふうには思ってるんですね。本当その昆虫が一つのこのバロメーターになって環境がどう変化しているか分かるっていうのは、これもう昆虫塾ですね。いや本当そう思いますよ。だって身の回りでもそうですもん。私の家の前に10年ほど前梅の木がありました。はい、そこにいろんな虫、カミキリムシも来てました。で、鳥で言えばメジロも来てました。ただある時切り倒されたんですね。当然鳥も来なくなる、虫もその場にいなくなる、まあ、ただ当然そこの地主さんがそうしたいっていうからそうできるわけなんですけども、やっぱり餌があるからそこに生息できるわけで、で幼虫たちがそこに餌がある、食べるものがあるからその母親がそこに卵を産んでいくわけで、そういうサイクルっていうのも見られてたんですよ。例えばテントウムシが出てきたね、あこれは去年からの越冬組かな、ちょっとボロボロだねとか、あとはああこれは新しいから今年の春になって生まれてきたんだねとか、そんな風に見られてたものが一切いないわけですから、何も学びにつながらないんですよね。ちょっとそれはショックだなと個人的には思います。その昆虫が消えてしまうと、昆虫とこう親しんでる人の数も減ってくるとなると、どんどん距離が空いちゃいますよね、昆虫と人間の。そうですよ。だって小さい頃みんな普通に虫ってモテてたじゃないですか。はい、でそれが大人になると急に触れないっていう大人が私の周り多いですよ。ちっちゃい頃触ってなかった、捕まえてなかった、うん捕まえてた、じゃあなんで今、いやー今はやだっていう風になってるので、それってやっぱり昆虫から離れてる時期が長かったから昆虫との距離ができてしまったという風に思うんですね。私はまあ幸か不幸かこうずっと昆虫のそばでいたので、未だに普通にもモテますし、むしろこうめでる感じですかね。クワガタでも例えばこうちょっと噛ませて、あの顎に挟ませて、でああこのぐらい痛いんだなとかやっぱそれでこう測ったりするわけです。神どこか本気神なんですね本気神ですよ。いやでもあのポテンシャルですよね、うん、その昆虫ってさっきのバロメーターだけじゃなくて、さっき、はい、鱗粉の話にも戻るんですけど、うん、そういうのってもしかしたら人間生活にも活かせるものとか知恵とかもたくさん発見できそうっていうのも、なんか新たな昆虫の可能性かもしれないですよね。あそうなんですよ。その鱗粉の話で言えばその防水、うん、そこからヒントを得て今の防水技術ができたというふうにも言われてます。だからきっと学べることってたくさんあるんですよ。はい、我々人間から見たら昆虫小さいものですけれども、それぞれスーパーな能力持ってると思うんですね。飛ぶ能力もそうですし、視覚がなくても何がどこにどのぐらいの距離であるか分かるっていうその触覚もそうですし、いろんな能力って備わってると思うんですよね。なのでそこを一つ一つ解明していけば、絶対人間の我々の生活に生かされるものって出てくると思います。なんかそういう流れというか文化というかみたいな起こせそうな、まだ余白というかニュアンスありそうですよね。絶対ありますよ。お蚕様って呼ばれてる蚕があるじゃないですか。はい、蚕っていうのは小さい頃幼虫の時は桑の葉をたくさん食べて、そしてさなぎになる時に、糸を出して繭を作っていく。でその繭が絹になり、シルクとして今高級素材としてそれこそ昔から使われてきたんですよね。なので福島でその蚕を飼っているところでは、もうその蚕が自分たちの生活を支えてくださるということで、蚕と呼ばずにお蚕様と様付けでおまでつけて大切に大切にできたんですよね。でお蚕様のこう社みたいな家を、そこ蔵を建てて、そこで絹をどん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 取って、それで産業にしていく、その町おこしになっていくという歴史が実際にあるわけですよ。となると昆虫から産業に結びつけていけるもの、
人間がさらに発展をしていくためのものっていうのは必ずあるんだと思います。小学生とかってやっぱり僕らの思いとすると虫にぜひ触ってもらって学びを多くしてもらいたいっていうのとちょっとまあ結びつけて昆虫から学んでそれを社会に生かそうプレゼングランプリみたいなことで小学生にプレゼンしてもらってなんか大人が拾うみたいなこととか面白そうですよね。きっと子供目線って大人では考えられないような斜め上からスッとくるような目線ってあると思うので発想ってあると思うのでものすごい面白いと思います。それやりたいですね。なんか昆虫版ノーベル賞じゃないですけど。いや そうですよね。あのこんな感じのやつ勝手にこの研究が面白いみたいな我々昆虫版チームで、はい、表彰していくみたいな。あいいですね。歯も専門家を気取ってこうそう毎年やってみたいですね。これどうですか、その手塚さんのアイデアからこう創発した流れをいいです。それこそその田村市で昆虫さんやる時の発表会とかっていうの、はいはい、そこから秀逸なのを拾ってあ、まあ、発表してもらうとかっていうのも面白そうですよね。で専門家がそれを聞いてあこれだったら実現に近いとかってあると思うんですよね、はいはい、その発想ってなかった、そのハイブリッド全く違うもの逆のものを組み合わせて何かを生み出していくっていうのはまさに現代そしてこれからの大きな大きなビジネスチャンスにもつながってくるのかなと思いますね。なんかこう審査員であえて金融機関とか大学とか番組プロデューサーとかいてそのアイデアちょっと面白い番組としてやらせていただきたいとか、はい、金融機関とかのエンジェル投資家とかにそれだったら1本出しますよとかってマネーの虎じゃないけど、はい、お虫様みたいな感じでやっても面白いかもしれないですね。そしたら世界観広がりますよね。ここだけの話じゃなくていろんな企業を巻き合わせていけばどん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 裾野が広がるので面白いアイデアとか展開がいっぱいあると思います。いいですね。その子どもの自由研究に大人が投資してくれるとかっていう構造面白そうですよね。面白いね。唯一昆虫ぐらいじゃないですか、はい、みんなが同じ土俵でアイデア出すからその先もちゃんと描けるような大人たちの動線とか大学とかとつないで例えば虫の羽の強度がこれに使えるんじゃないかみたいな発想が出てきた時に、うん、大学の研究室でそれをちょっと試せるみたいな空間を提供してくれると か、うん、なんか子どもの先をリアルに作ってあげれたりするといいですよね。なんか思います。なんかあのトンボの羽のこの動きをスローで解析して、はい、それがあのドローンのジャイロセンサーのなんかプログラムに生かされたらしくて、多分いっぱいヒントあるんじゃないですかね、昆虫の動きとか。あのトンボって他の飛ぶ昆虫たちと違ってホバリングができるんですよね、うん、その場で止まれることはできる、はい、で4枚ありますけれども4枚全部違う動きをしていて、そしてあの歯脈ってよく見ると透明な羽のところに線ってあるじゃないですか、あの歯脈がそれぞれに種類によってこう違ってくる、そこに何かヒントがあるんじゃないかっていうところからいったんじゃないですかね。あのさっきのタマムシもなんかできるんじゃないですか。そうですよ、本当に高級車みたいなこう電気自動車のボディとかがサングラスとかなんかいろいろできそうな気しますよ。ちょっとコンチューバーの方向性なんかヒントすごくもらってますね。なんかここから何かを生み出しましょうよ。やりましょう、うん、そうですね、うん、自然がまだまだ残っている、里山がまだまだあるその田村市でこういうことをやっていくっていうのはとっても大きなことだと思いますよ。あの里山も今田村市ですごく力を入れてらっしゃるじゃないですか。これってすごく大事で、里山に行けばトンボ池があったりとか草原エリアがあったりとか雑木林エリアがあったり、でそこにはそれぞれに特化した昆虫たちがいる、そこにやっぱり大人も子供も虫取り網持ってわーなんて言っていく、で自然とその昆虫の生態学っていうのを学べるっていうのはとっても今大事なのかなと思いますね。この姿を田村市から発信していくことによってきっと豊かな日本になり豊かな世界になりというそんな大きなところまでいければいいなと感じてます。里山がないところも多いと思うんですよ、あの首都圏とかと。ただなんか里山 がないところと里山協定みたいなのを結んで、要するにちょっと遠くてもあなたの町の里山が田村市にありますって言ってそこでこう昆虫採集したりこうキャンプしたり遊んだりとかそういうのとかできたら面白そうですね。
里山をなくすことは簡単なんですけど、じゃあもう一度作ろうと思ったらとんでもなく大変なことだと思うんですよね。木を植えたって大きくなるまでにはものすごい年数がかかる。じゃあ例えばホタルをどっかから捕まえてきてここに放そうよって言ったら、今度はそれはそれで生態系が乱れてしまう。でやっぱりそこにホタルだったらホタルは自然に集まってくるような環境に整えて、そして待たなきゃいけないと思うんです。それが本来の里山なのであって、そうしていくことを考えるとものすごく膨大な時間がかかりますよね。であれば今渡辺さんがおっしゃったように、里山があるところと連携して交流を深めていく、そして観光につなげていく、で里山がないところの人たちにとっても学びができる、そういうふうにしていったら面白いと思いますよ、ね、あなたの里山プロジェクトみたいな感じで、ええ、なんだろう、田村市に住んでなくても田村市の里山と遠隔住民みたいな感じで、はい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 、でもらうってよくあるじゃないですか、田んぼとかでも、はい、小規模オーナー制度みたいな感じで、はいはいはい、田村市の里山をこう分けて、そこの楽しさをどんどん分けながらみんなで楽しもうねっていうのは面白いかもしれないですね。おじいちゃんおばあちゃん家にこう夏休みに行くような感覚で田村市と連携してから、あそこ知ってるところだから行こうよっていう風になって、そこで夏休みの思い出なんていうのを作ってったら、もっともっと昆虫が身近に感じられる、自然が身近に感じられるんじゃないかなと思いますよ。もうこれランニングシャツマストですね。できることから始めようですね。そうですね。はい、すね、そこと、あと玉虫色のサングラスですかね。あ、形にしたいですね。こういうなんかその流れというか、うん、なんか空間みたいな続くものを作れるといいですね。編集長、まさに出番ですよ。よろしくお願いします。すいません、私本当に勝手な昆虫大好きアナウンサーなので、発信力はあるのでいろんなことバン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 言っちゃいましたけれども、ただそれを形にできるかどうかはミツバチにかかってますのでお願いします。あのいろんなとこ飛び回って受粉をしていきたいと思うので、まずはなんか作ってそれを手塚さんに発信していただくだけでもすごくなんか一歩進みそうですね。任せてカマキリ。素晴らしいですね。メスに食べられないようにだけしていただいて。そうなんですよね。これもうハッシュタグ決まりましたね。せてカマキリですね。昔ファーブル昆虫記ってこうあって、読みました。すごい読んで、今日みたいな話がこれからのなんか昆虫記になりそうな気がします。こういうの作っていきたいですよね。多分忘れないと思うんですよ、こう小学校の時に。そういう、はいはい、新しい昆虫のワクワク感っていうかね、これ見たら。いや、そうですね、結局その大人になって生きるのって子供の時の引き出しとか体験ですもんね。うんうんうん、本当そう思う。なんでしょうね。でその時の思いって、あの喜び、ルリボシカミキリを見つけた時の喜びってのは未だにありますし、大人になってもそのルリボシカミキリ、あ、久しぶりって見つけた時の喜び、はい、もうやっぱりリンクしていくんですよ。もう地層のように重なっていくので、その喜びの連鎖というのが年代によって受ける感覚の違い、でもワクワクドキドキって大きくくくると本当にこう同じなんですよね。それこそ、まあ、手塚さんだったり、まあ、渡辺さんもそういう側面お持ちだと思うんですけど、その虫とかを、まあ、幼少期に触った後の出口を社会に出て生かすっていうところなかなかないなと思ってまして、うん、それこそそのお二人とかメディアだったりとか発信したりとか、そういったところに精通されてるなと思ってまして、そういう出口みたいなのってなんか作れないですかね。あの潜在的に昆虫好きって多いと思うんです、はい、でクワガタサミットにその第2回にお邪魔した時にわーっとこう皆さん集まって、いやー今までちょっとなかなか言いづらい、虫が好きだっていうとなんか嫌われるんじゃないかとか惹かれるんじゃないかと思って言えなかったんだけど、実は僕も大好きで私も大好きでって、こう男女老若男女問わず皆さんおっしゃってたんですよ。なんだ、じゃあみんな言いたいんだったらそれが言ってもいい社会になればいいだけなんじゃないのかって思うんですよ、一部だけじゃなくてね。なのでそう思ったら、ラジオで私も今その生き物万歳っていうところで、その昆虫の魅力であったり生き物の魅力、不思議さ、まだ解明されてない部分、そんなところもお伝えしてますけれども、やっぱりそれに対する反応も多いので、なんだみんな知りたいんじゃんっていう思いはあります。カミングアウト多かったですよね。多かったです、多かったです。素
なんか人に言うのは恥ずかしいとか、なんか一時のオタクみたいな感覚にとらわれちゃってるんですかね。もうだって虫好きもどっかでオタクだと思いますよ。ですね。やっぱでもアウトプットって言うとやっぱそこじゃないですかね。その虫好きがこの自然にいられるメディアっていうか、コンテンツっていうか、そういうのあったらいいですよね。さすがに私もラジオで生放送ワイド番組いくつも持ってますけど、今のように1時間にわたってこうして昆虫だけに特化して話をするっていうのはさすがに、そんなスポンサーでもないのでできないんですよ。スポンサーね。なので何十回分の放送を今ここでまとめてしてるんだろうっていう感覚で喋ってます。これ確かにコンテンツ力すごいですね。と思いますよ。なんかね、続けていくうちに、はい、スポンサー集まるんじゃないかって気がしますよ。ですよね、ですよね。続けて、ああ、あれねっていう感じになって、世の中虫好きの社長さんって絶対いますよ。いますね。だったらその企画乗ったっていうスポンサー企業の社長もあると思います。その虫取り大会とかスポンサー入りでやりますか。あ、いいね。あ、やりましょうよ、やりましょうよ。かつにスポンサー名が入ってみて、白いランニングにスポンサー名を入れる、スポンサー名入れてユニフォームやりませんか。で、新種見つかったらスポンサーの場合も検討していいんだよって。すごい、それは出してくると思いますよ。仮にですよ、例えばじゃあペイペイさんとか、新種の名前がペイペイになる可能性もあるってことですよ。ペイペイカミキリとかってなるわけですよね。勝手にペイペイって言ったと申し訳ないですけど、なんかそういうこうね、何十年何百年後まで今の私が社長のこの企業の名前が残ると思ったら、これは魅力的だと思いますよ。皆さん、社長は自分が社長になったからにはこれを残していきたいって絶対思いますもん。自分の名を残しておきたい、自分の功績を残しておきたいって絶対思うはずですから。そうです。なので、それは大きな魅力だと思います。しかも昆虫まだまだ新種いそうですね。います、います。毎年発見されてますから、日本でも。これは面白いかもしれないですよ。いや、なんかこれもう、こうエンドレス感が非常に出てきておりますが、収録のお時間が。これ第2回こう やりましょうね、これね。やりましょう、ね、これは面白いんで。最後ですね、お二方から一言ずつですね、いただいて、鳥は手塚さんということで、じゃあ、ね、編集長の方から一言。まず一つ思ったことなんですけど、やっぱり虫好きには変態が多いなというところを聞いてとても思いました。で、それがその全然悪い意味じゃなくて、やっぱり好きなことってのめり込めるんだなと、になってからでもそういったものってなんか自己形成する上ですごく大きいんだなと、魅力的にすごく感じたので、それってやっぱり幼少期から触れることって何かできないかなっていうのを考えてた中で、今のアイディアなんかはその大人側がなんか子どもたちに対していい意味で投資して、自分たちの未来とか地球とかなんか人間規模で作っていくっていう、その自分だけの利益でに対しての投資じゃなくて、なんか自分たちの世界を作っていこうみたいな投資みたいな体系を作っていけたらめちゃめちゃ綺麗だし、なんかその面白いなって思えたのがすごく気づきとしてありがたかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。気づきだらけで、それこそ手塚さんの趣味の最終と腹筋を鍛えるとありましたが、はい、今日いっぱい笑わせていただいて腹筋が、はい、じゃあ最後ですね、今日のもうスペシャルゲストということで、手塚慎一さんいかがでしょうか。どうも、完全変態手塚慎一です。まあ、昆虫の世界には卵から幼虫、そしてさなぎになって成虫になることを完全変態と言われてますので、私もこの昆虫界の中では完全変態だなと、ちょっとこう意味合いが違いますけども、もう変態と呼ばれることはもう大好き、最高だなというふうに思ってます。ありがとうございます。やっぱり昆虫でこれだけいい年のおっさんたちも語り合えるっていうのはとっても素晴らしいことだと思うんですよ。内容こそ違えども、私小さい頃、小学生の頃、昆虫で本当に朝から晩までずっと友達で喋ってたりとか、あと探しに行ってたりとかしてたので、基本同じなんだなというふうに思います。一億総マニアと言われる今の現代人、そのマニアの対象物を昆虫にシフトさせるっていうのが我々の役目なんじゃないかなと思うんですね。ただ単に好き楽しい、それだけでもいいですし、そこから一歩やっぱり先に進んで、どうしてだろう、
探求心、それが今の人間の生活、未来の生活にどう役立てていけるんだろう、これを考えることがおそらく昆虫と人類の共生につながってくると思うんです。一方的に今人間が大きいから、力を持ってるから、文明を持っているから、どん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 昆虫たちは淘汰される側ですけれども、でも相手を尊敬することによって、学びを得ることによって、きっと共生の道ってあると思うんですね。太陽がなくなったら、水がなくなったら、生き物たちは一切生きていけないはずです。それと同じように、昆虫たちもいなくなってしまったら、4億8000万年生きてきた昆虫たちが絶滅するということは、人間なんてとてもとても生き残れる環境じゃないと思います。なので我々の子子孫孫、まだ会えていないその未来の子どもたちにつなげていくためには、まずは共生を考える。共生を考えるためには、まず相手をリスペクトする。その相手をリスペクトするには、まずを知ること。なので、そこの入り口に我々がこういった話の中でなっていけばいいなと改めて感じました。長々とすいません、カマキリ。どうもありがとうございます。まさに昆虫バーサミットはですね、そういった完全変態を助長して促して拡散していく大いなる昆虫二次創作のコンテンツだなということが非常に分かりました。はい、今日はですね、非常に楽しいスペシャルゲストお二人ともに語り合いました。昆虫バーサミット、ぜひですね、これからも続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。任せてカマキリ、やっちゃうアリ、張り切ってミツバチありがとうございます。ありがとうございます。